こんにちは、ゆるせびです。今回の動画は、セミリタイア困難、2025年問題対処法はということで、2025年問題についてね、お話ししていこうかと思います。というわけでですね、今回の目次は左側のようになっています。自己紹介右側に書いてあるので、気になる方はご覧ください。では早速ね、最初の2025年問題とはというところから見ていきます。2025年問題とはですね、2025年に団塊の世代800万人、がですね、75歳以上の後期高齢者になることによって起きる様々な影響のことを2025年問題というふうに言われています。まず影響の一つ目が医療費の増加というところになります。なぜ増加するのかというところなんですけれども、日本人の健康寿命、健康に過ごせている寿命ですね、っていうのは男性で73歳、女性で76歳というふうに言われています。これ以降の年齢になりますと、病気だったり、怪我をしやすくなったり、そういったことによってですね、病院にかかる機会が増えてくる、そういったことになってきます。ですから、医療費が増加していくということになるわけですね。ここでですね、団塊の世代800万人がすべて75歳以上になるということが2025年起こってしまいますと、医療費が一気に爆増するということが予想されて、その負担がですね、現役世代に降りかかってくる。これがですね、影響の一番大きいところかなと思います。次に影響の二つ目、働き手不足ということでですね、団塊世代の方々っていうのは約800万人ほどいるんですけども、その800万人の方々ね、今でも働いている方っていうのはね、結構いらっしゃいます。そして私の周りでもですね、70歳以上で働いている方っていうのはね、いらっしゃったりします。しかし、75歳以上になるとね、先ほども言った通り、様々な病気だったり、怪我のリスクっていうのが上がってしまって、なかなかですね、働くのが難しくなってくるということが起こり得ます。そうなってくると、働く人たちが減ってしまって、働き手が不足してくるという影響が起こるわけですね。次に影響の3つ目として、後継者不足による雇用喪失ということで、私自身はですね、仕事からですね、地元の中小企業の社長さんとか、そういった方とですね、お会いすることがあったりするんですけれども、そういった方々はですね、結構な割合でご高齢の方というのがね、多いなというふうに感じています。70いくつになってもですね、社長をされている方というのもね、いらっしゃいます。そういった社長がですね、今現在後継者不足に悩んでいるというお話はよく聞きます。そんな中ですね、後継者がいないまま75歳を迎えてしまって、自分自身が病気になったり怪我をしたりで、思うようにですね、会社の経営がいかなくなった時、そうなったらですね、事業を畳むということになるのかなと思います。そうなってしまうと、その会社で働いていた方々の雇用っていうのはね、失われてしまいます。つまりそういったことで雇用がなくなってしまう。こういったことがね、日本の全国各地で起こってしまう。そういったところで多くの人がですね、経済的損失を受けるということになってきます。そしてですね、この2025年問題というのはですね、2025年に限った話ではなくて、2025年以降、40年以上もですね、高齢者が多い状況は続いていくわけです。つまりこういった影響の1、2、3というのがですね、2025年以降起こり続けるということになってきます。ではですね、人口がどのように変わっていくのか見ていきます。こちらがですね、日本の人口の推移と、グラフというところになってくるんですけども、ちょっとグラフの数字が見づらいので右側に大きく書いてますけども、まず65歳以上の人口が2020年段階では3603万人、そしてそれがですね、2040年ぐらいまで増え続けます。2040年は3928万人というところまで増えます。その後ですね、少しずつ少なくなっていって、2070年には3367万人まで減るというところになっています。それに対してですね、その65歳以上の方々を支える現役世代、15歳から64歳の人口というのは、2020年7509万人いたところ、2040年には6213万人になり、2070年には4535万人になるということで、65歳以上の人口がですね、あまり減ってないのに比べ、15歳から64歳の現役世代というのはですね、結構な数減ってしまっているということがわかるかと思います。というわけでですね、今度は人口に占める65歳以上の方々のね、比率、そういったところを見ていきたいなと思います。ということでですね、こちらがですね、比率を表したグラフになってくるわけなんですけれども、65歳以上の方の割合、2065年時点でですね、約 38% まで増加していきます。それに比べて15歳から64歳の現役世代の割合は約 52% まで減少してくる。そして15歳以下の割合はですね、約 10% という感じでですね、日本全体の
人口の年齢別の推移というのは変わってくるよというところになってきます。ですからね、2025年以降ずっとですね、高齢者の多い状況、さらに割合的には増え続けていくという状況がね、続いていくわけですね。ではね、これがセミリタイヤにどういった影響を及ぼすのかといったところでお話しします。セミリタイヤの影響ということで、まずね、増税が行われます。社会保険料の増加、消費税の増加、金融所得課税の増加、そういったところはね、行われるんじゃないかということで確実視されています。まずですね、社会保険料の増加ですけれども、先ほども言った通り医療費が増加してくるといったところで、個々人が負担する医療保険の社会保険料が増加してくるんじゃないかと言われています。ただですね、下の方に出ている黒いグラフがですね、保険料。そして上の方に出ている白いグラフがですね、実際に保険料を医療費として給付してもらった金額になるんですけども、これを見てもらいますと、現役世代の多くの人々っていうのが保険料を納付する一方で、実際に自分自身が病院とかに行って給付してもらう金額っていうのは少なくなっているのかなというのがわかるかと思います。逆にですね、60歳以降の人々からですね、実際に保険料を納める額よりも実際に給付される金額というのがね、増えていっているということがわかるかと思います。だからこそ社会保険料の値上げというのはですね、現役世代の所得が高齢者の方に移転している、所得がね、若い方からご高齢の方に移っているだけなんじゃないかという指摘がされています。だからこそですね、じゃあ消費税を増税しようというふうに言われているわけです。消費税ですと、こちらの右側のグラフ見ていただければわかるんですが、この緑のね、グラフが消費税ということになってまして、各年代に対する負担率というのを考えると、消費税の方がね、高齢者にとってね、負担が大きくなっていることがわかるかと思います。ですから社会保険料を上げていってしまうと、現役世代の負担が大きく、高齢者への負担が少なくなってしまう。だから消費税によってまんべんなく負担することによって、まあ若い世代と高齢者の方々の負担の格差というのをですね、なくすことができるんじゃないかと、そういうふうに言われていまして、消費税増税というのも行われるんじゃなかろうかというふうに言われています。そしてね、こういう話をしていくと、多くの人にとって庶民ばっかりではなくて、お金持ちの税金をもっと上げろみたいな形の意見が出てくるのは当然と言えますので、お金持ちといえば金融資産を持っているということで、金融所得課税も行われるんじゃないか、そういうふうに言われています。では次のですね、セミリタイヤの影響ということで、二つ目、年金、医療、介護の給付減というところでお話ししていきます。これはですね、高齢者になった際にもらえる給付が減るということで、まず年金が減ります。次にですね、自分自身が高齢者になった時、病院に行って、その時の負担額っていうのは1割とか2割っていうのがですね、今現在なんですけども、それがですね、2025年以降ですね、高齢者が増えることによって、そんなに医療費を負担できないよということになって、負担額っていうのが3割とかに増えるんじゃないか、そういうふうに言われています。またですね、介護の給付っていうのもですね、今現在1割負担というふうに言われているんですけども、これがね、2割とか3割に上げられるんじゃないかというふうに言われています。つまりですね、高齢者になった際にもらえる給付が減るということになるわけですね。ちなみにですね、医療費に関しては高齢者の方の持っている資産に応じて負担額を変えるという議論もあります。多くのね、セミリタイヤをされている方っていうのは資産を築いている方が多いかと思いますので、セミリタイヤされている方はですね、医療機関に行っても3割負担とか、そういうふうに今後なっていくんじゃなかろうかというふうに思います。次にですね、行政サービスの維持困難ということで、2050年までにですね、人が住んでいる地域の 20% がですね、人が住んでいない地域になるということになっています。ですから、セミリタイヤして田舎の方で、まあ、農作業でもしながら暮らそうかなというふうに考えている人にとってはですね、住んでる地域はよく選んだ方がいいんじゃなかろうかと思います。だから、首都圏とか地方都市とか、なるべくなら、そういった人が多い地域でのセミリタイヤというものが前提になってくるのかなというふうに思います。ではね、こういった2025年問題があって、セミリタイヤへのこういった影響があると、そういった中でですね、どういった対処をしていけばいいのかっていうのをお話ししていきます。まずは基本の基、家計管理というところで、収入と支出を把握するところから始めましょう。何をするかというと、家計簿をつけるということですね。デジタルの方はですね、マネーフォワードとかそういったところでいいかと思うんですけど、まあ僕の場合はね、アナログが好きなんでアナログで家計簿をつけています。
こういったですね、無印良品さんにあるノートマンスリーというものがありまして、僕自身はこれにですね、家計簿をつけています。まあこんな感じでね、その日に使ったお金というのをね、書いて家計簿として活用しています。このノートマンスリーですね、マンスリーのページだけがですね、まとまっているものになるので、まあ3年分ぐらいは家計簿書けるので非常にね、役立っています。しかも値段もね、100円ちょっとしかしないんで、非常にね、いいかなと思って使ってます。では次はですね、支出を見直すというところで、収入と支出、把握したところで支出を見直していきましょう。で、その見直す中で、まあ食費をもうちょっと減らした方がいいなとか、そういったところもあるかと思いますけれども、まあ無駄なサービスとかを使っていたら解約、そしたり、まあ高いサービスだったら安いサービスに乗り換える、まあそういったところをね、検討していくといいんじゃないかなと思います。そんな形で余剰資金を貯めていく。そして余剰資金が貯まってきたら投資に回していく。まあこういったところをですね、家計管理をしてからやっていくっていうのがね、大事になってくるんじゃないかなと思います。まあこれがね、基本の基で、これができないと、そもそもですね、セミリタイアも目指せないですし、今後ね、2025年以降の日本で暮らすっていうのがですね、ちょっと厳しいんじゃないかなと個人的には思っています。ではね、次の対処法ということで、自分で稼げるようになるというところなんですけども、先ほども言った通り、社会保険料が今後増加していくという中で、企業側の負担も増加していきます。社会保険料というのは、会社と従業員の折半で払っているというところですので、企業側の負担も増加するわけですね。そうなってくると、企業側もそんなに負担を増加するのは耐えられないということで、AI 活用による人員削減というのがね、行われるんじゃないかと思います。そうなった中で AI で代替しやすい事務職、こういったところがね、一番危ないんじゃなかろうか、そういうふうに感じています。逆にですね、肉体労働系は AI ですぐには代替しづらいというところがあるので、肉体労働系の人は、ある程度大丈夫かなとは思っています。そんなですね、不透明な状況の中なんですけれども、そういった状況ではですね、自分で稼げるようになるということがですね、一種のリスク回避になるんじゃないかなと思っています。そして現状ですね、お給料をもらっている方が副業で事業所得を得るというところに関しては社会保険料がかからないというところになっていますので、先ほど言った社会保険料の増加といったところでも副業で事業所得を得るというところはね、対抗できるんじゃないかなというふうに思っています。次の対処法は習慣化といったところで、今まで言ったことをですね、習慣化していこうというお話なんですけども、まあ家計管理をね、ずっとやるために習慣化しましょう。まあ先ほど言った家計簿つけるとか、支出の見直しというのもね、定期的にやって、そしてね、投資も続けていく、そういったことをね、習慣にしていきましょう。そして、病院にかからなくていいようにですね、運動する習慣を作っていきましょう。先ほども言った通り、まだ高齢者ではない方々にとってはですね、高齢者になった際に医療費というのをですね、多めに払わなくちゃいけないというような状況になるかもしれません。ですから、運動しておいて、できるだけ病院にかからなくていいような状況で過ごすっていうのはね、大事かなというふうに思ってますので、運動する習慣を作っておくっていうのもね、いいんじゃなかろうかと思います。またですね、お得な制度を調べることを習慣化しておくっていうのも大事かなと思います。先ほど言った通り、増税とか、社会保険料のね、アップとか、そういったところっていうのはね、皆さんが給料から天引きされるといったところで、みんなに降りかかってくることではあるんですけども、例えば政府が行ってくる新ニーサとかイデコとかふるさと納税、まあそういったね、お得な制度というのはね、自分で動かないとそのお得さっていうのをね、享受できないんですよね。だからこそお得な制度は今後もね、国はね、ある程度出してくるとは思うんですよね。ですからそういった制度をね、自分自身で調べておいて、やっていくっていうのがね、習慣化しておくっていうのは大事かなと思います。で、今後もですね、40年以上高齢者数というのはね、高止まりしていきます。まあ最初の方でね、グラフで見た通り、高齢者の数って3000万人からあまり変わっていなかったと思うんですけど、そういった状況で高止まりしていくため、一時的ではなくですね、今まで言ったようなことをね、ずっと続けていくというのが重要になってきます。そしてそんな中ですね、成果が出なくても、もがいて諦めないっていうのが大事かなと思います。習慣化を行う中でですね、家計管理とか投資とか、まあそういったことはね、結果がですね、わかりやすいし出やすいんですよね。金額で実際にどれだけ節約できたとか、投資でどれだけお金が増えたっていうのは目に見えてわかりやすいんですけども、副業とかそういったものってですね、実際稼げるようになるまで結構大変だったりしてね、成果が見えづらかったりするんですよね。ですけれども、もがいて諦めずに続けていけばですね、どこかでね、稼げるようにはなるというところで、もがいて諦めないというのが重要なんじゃないかなと思っています。
ここからはですね、個人的な懸念点ということで、まあ僕自身のね、感想というかそういったところなんで、あんまりね、気にしないでもらってもいいかなと思うんですけども、僕的にはですね、今後日本の治安が悪化するんじゃないかなというのを懸念しています。っていうのも、まあ日本のね、人口がどんどん減っていくし、多くのね、外国人労働者に頼らざるを得ないんじゃないかなというふうに思っています。で、そんな中ですね、多くの移民を受け入れるということも、一つの治安悪化の条件になってくるのかなと思います。またですね、世代間の格差による不平等感、こういったところもですね、治安の悪化の一つなんじゃないかなと思います。今のね、高齢者は年金をもらって暮らしているけれども、自分たちが高齢になった時には年金ももらえないし、医療費の負担も上がってしまう。そういったのはなんか不公平だということで、若い方と、まあ、高齢の方の世代間の格差による不平等感っていうのがあるんじゃなかろうかと思います。また今後ですね、日本の人口が減ってくるということで、空き家が増加してくると言われています。3軒に1軒は空き家になるというふうにも言われたりしています。で、空き家が増えるとですね、やはり周辺の治安というのは悪化しやすいんですよね。ですから、空き家っていうのが増えていってしまうと、今後ね、治安というのは不安になってくるなと思ってます。そしてですね、人口がどんどん減っていき、それでも高齢者が多いため、現役世代は高齢者のために多くの社会保険料を納めなくちゃいけないということで、なかなかですね、日本経済に希望が持てないということの閉塞感ですね。こういったものがあるんじゃなかろうかと思います。まあ、こういった4つの要因によって、日本の治安というのはどんどん悪くなっていくんじゃなかろうかというふうに個人的には考えていまして、もしかしたら今後ね、治安の良いところに住むためにはお金がかかるようになるのかもしれないというふうに感じています。こうなってしまいますと、自分自身がね、セミリタイヤをする、まあセミリタイヤした後でもいいんですけれども、いかにですね、治安の良いところにも住めるようにお金を確保していくのかっていうのがね、大事になってくるのかもしれないなというふうには思っています。もちろんすぐにね、こういった治安が悪くなるとは思ってはいませんけれども、徐々にですね、治安が悪くなっていって、治安のいい地域と治安の悪い地域っていうのがね、明らかに目でわかるように、分かれてしまって、で、治安のいいところには、まあお金持ちの人とか、ある程度お金に余裕がある人しか住めない、まあそういった風になっちゃうんじゃなかろうかっていうところをね、ちょっと懸念しているところではあります。というわけでね、最後、この今回の動画をまとめていきたいなと思います。まあ、2025年問題とはというところで、2025年に団塊の世代800万人が75歳以上の、ね、後期高齢者になることによって起きる様々な影響、まあ、こういったことを、ね、2025年問題と言います。これによるセミリタイヤの影響というところでは、まず1つ目に増税、次に2つ目が年金、医療、介護、そういったところの給付が減ってしまうこと、次に3つ目が行政サービスの維持困難というところで、住むところをしっかり選ばないと行政サービスを受けれなくなってしまうといったところですね。まあそういったところのね、対処法をどうするかというところなんですけど、まずね、家計管理をやっていて余剰資金を作って投資に回していく、そして自分で稼いでいく、でそういったことをね、習慣化していくことによって、今後ね、長きにわたる高齢者の割合が多い状況っていうのをね、生き抜いていくというふうなことをね、やっていく必要があるのかなというふうに思います。ということでね、ちょっと長くなってしまいましたけども、今回はですね、セミリタイヤが困難になるかもしれない2025年以降のね、問題についてお話ししてきました。もしですね、今回の動画がためになったよっていう方は高評価、そしてチャンネル登録してもらえたらありがたいです。というわけで、最後までご視聴していただきありがとうございました。失礼いたします。